皆さんこんにちは、経営コンサルタントの中野です。今日も中野先生の仮想通貨投資教室を始めていきたいと思います。2023年12月8日金曜日、仮想通貨草コイン中野研究会、皆さんお久しぶりです。中野です。いかがお過ごしでしょうか。昨日はね、また一日抜けちゃってね、動画作るのをお休みしていました。そしてね、先ほど雇用統計がありましたね。で、昨日はなんとね、あのフラッシュクラッシュがありましたね。久しぶりにドル円がドーンって下がってね、なんか昼ぐらいからどん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 下がり始めてですね、夜中の11時ぐらいか一気にね、141円まで頭差し込みましてね、で200ピップスぐらいまたプルバックに戻ったんですけどね、全体でまあ600ピップスぐらい1日で下がったというね、恐ろしいありました、フラッシュクラッシュがね。で、まあ、僕の方もね、見てたんですけど、怖くて手出さなかったですね。手出さなかったですけど、まあ、FX ドラとかね、まあ、わずかなお金、もう損切りされてしまいましたね。最後2万、3万も損切りされて、砂利線まで持っていかなかった感じですね。であとはサテライトワールドペンギンですね、今朝の動画見たら一晩で70万円やられたと。一晩で70万円やられて、先週も40万円やられたから110万やられてると。2週間でね。でもどうしていったらいいか分かんないということでね、まあ、非常にかわいそうな動画が流れておりました。はい、で今日のお題なんですけれども、まあ、ビットコインと、まあ、ドル円、まあ、昨日のフラッシュクラッシュとね、今日の雇用統計ですね、まあ、そこら辺をちょっと分析しましてですね、あとまあ近況を述べた終わりにしたいと思います。まずね、ビットコインなんですけど、まあちょっとなんか売られてるって感じですね。まあいろんな人の動画を見るとね、まあちょっと売られてるということで、まあ冷やしだとこんな感じですね。4時間足。そうですね、まあピーク640万、650万までいったんだよこれね。下がっちゃったんですねこれね、610万ぐらいまでね。で今また上行ってますから、今634万ですね。まあ、ちょっとこのドルが売られて円が買われたんで越していったんですよこれね。まあ日銀のね、金融政策で、まあ金利乗せようかと、ゼロ金利政策やめてね、金利乗せると、まあもちろん、まあ米ドルが大変なことになりますからね。でアメリカの金融が大変なことを、まあ、失速しちゃうんで、まあ、それやめろと、やるなという圧力がかかってね、わずか1日でかかってですね、やめることにしたんだよね。それをちゃんちゃんと終わっちゃったということで、ビットコインこれ上がりますね、これね、ずっとね。まあ、こう、まあ、押し目、押し目って押し目だけど、まあ、
日銀の金融政策なんていうのは日銀が決められるものじゃないからね。まあ一応ワードワイド日銀ってのはただ中央銀行日本支社であって、中央銀行ってどこにあるかって言ったら、アメリカとイギリス、まあ世界のどっかにあるわけですね。スイスか世界銀行、スイスぐらいにあるわけですよね。で、筆頭株主がロックフェラーとね、ロスチャイルズですから、あと JP モルガンとね、そういう人たちですから、株式、あの民間企業の株式会社ですからね。まあどっちでもいいんですけどね、民間でも国有でも何でも、どっちでも何でも関係ないんですけど、あのまあ怖い人たちで出来上がってるんでね日銀がね、あなんかこう勝手になんか政策を決められるもんじゃないですから、だから言ったらね、言っちゃったもんですから、日銀のおじいちゃんたちがまあびっくりしてしまってね、吊るし上げられてまあ発言を撤回して上がってきてるということですね。まあだからまあドル円と一緒ですね。ドル円もこうやって昨日バーッと下がってましたけどね、ここ1分しか、15分、あ、これが5分しか、ここですね。ここがフラッシュクラッシュで、これすげえな、これ141円60銭ぐらいまで下がったんですよね、これ。ここら辺から言うと、全部で600ピクスぐらい下がったって話ですけどね。あ、もうちょっと上からかな。で、まあ、瞬時に上がったわけですよね、これね。まあもう12月も半ばですからね、これね。あのヘッジファンドはもう、休みですから、スキー行っちゃってますから、みんな。はい。あとはバカンス行ってね、ゴールドコーストとか、オーストラリアとかバカンス行ってですね、いないですから。だからこの辺、もう注文入ってないんですよ、ドル円もね。こういうとこも入ってないんですよ。だから落ちようと思えばいくらでも落ちるんですけど、パーッとカッと買われてね。で、こう、朝この辺でしたよね、もじもじしてて。で、ずーっと上がったんですよね、これね。で、また下がって、で、夕方からまた上がり出したのかかってね。で、これが雇用統計で上がって、よく数値良かったんで上がったんだけど、なぜか下がって、さ、まあ、こんな感じでしょうね。でなぜかというと、冷やしですね。まあ、昨日、まあ、前回の動画で言いましたけれども、あれなんですよね、これ、こっからの、ワン、ツー、スリーですね。それで、75移動平均線に当たってますね、これね。で、75移動平均線、まあ、これちょっと下げてますけどね、これね。下げてますけど、まあ、ここと、あとこれですよね。これですよね。これですよね。で、ここですよね。で、これは3回やって、これ、これ1回や、リセットかかるんですね、これね、リセットね。これだったら、ここで1回、2回、3、エリオットアートね。で、リセットかかって、75ミリで金銭まで落ちると。で、1、2、3と。で、これ週足ですけども、で75移動平均線、ここなんですよね、ここね。で、まあ、
ちょっと足んないんですけど、まあ、フラッシュクラッシュということでね、これまあいいと、ここも足んないですよね、これね、基本的には。ちょっと足んなかったんですけど、まあ、ここは OK と、ぴったりね。で、エリオットハードリセットかかって、これ OK だということで、こうやってね、またこう、上ですね、だから222円まで行くんですよ、これね。エリオットハードね、だからこれまた1年半ぐらいかけてゆっくりこうやってね、行きますから、ここで、ズブズブズブってこうね、ダブルトップつけたからこうだという人いるんだけど、違うからね、ただドル円だから分かんないんだよね、まあ、バイデン政権が来年変わるから、それまではドル円が上がるということで、まあ、222円まで行くんじゃないかっていう人と、まあ、ドル円だからね、ドルじゃなくて円、いわゆる日本の総理大臣が変わると、そうすると、まあ、下がる余裕あるよね。で、今回、まあ、自民党のね、パーティー券のキックバックがあったということで、自民党政権がもう今、ズタボロになっちゃってますよね。まあ、あれはアメリカの CIA が情報漏洩させてね、もうダメだと、日銀のやつらが勝手にね、発表してアメリカの財政を混乱させたと、あと、まあ、オスプレイの件もね、まあ、ひどい事故に見せかけたと、で全世界のオスプレイが飛べなくさせたと。いうことでですね、まあ、岸田政権を潰してしまえって話になってしまって、そうすると、まあ、岸田さんが変わると、確かにここでこう折り返してきて、こうなるかもしれないね。まあ、ただ、ドル円っていうのも、基本的にはアメリカですからね、金融っていうのは。だから、ここでこう、下がったら当たり前だからね、やっぱ、ここで上がるんだよね。で、今回、フラッシュクラッシュっつって、ちょうど昨日の前ね、1日前にこの75移動平均線まで落っこったら上がるよと。見事にね、そうなってしまったので、これロングでいいと思いますね。永遠のロングでいいと思います。永遠のロングでね。全く問題ないですね。全く問題ありません。まあ、億万長者になりますね、みんなね。はい、大丈夫ですね。はい。続きまして、ビット。まあ、近況報告に入っていくんですけれども、まあ、その前にちょっと他のアルトコインを見たいなと。イーサリアムが34万のね、上がってきたね。リップルも94円上がってきた。ソラナとか上がってきてる。カルダネーダが76円で、いいスタートダッシュですね。で、なんと同時コインが14円。同時コインも上がってきたね。柴犬は14ね。こんぐらいか。で、他も全部上がってきてるね。いい感じあるよね。あと、ここ見ないと分かんないけどな。アバランチ。アバランチってのはすごいね。ユニスワップ。
イーサークラシックって懐かしいね、これ。イーサークラシックって何のために生きてんのって感じあるけど、イーサークラシックってあったね。あ、リドダダオ、リドダオってのがあるんだね。オプティマイズム。アルバート、アル、難しいね。これはちょっと難しいね。どれが来てもおかしくないね。クワントとかね。はい、ありがとうございます。ちょっと、仮想通貨は難しいけど、まあ、ビットコインしかないね。わかんないもんね。まあ、で、ビットコインは今、634まですごい高いですけど、まさかこんな高くなるとは思わなかったね。まあ、僕がね、YouTube ライブやってた頃は、63万でも高い時ありましたからね。50万とか、48万とか、下手すりゃ35万になっちゃってね。みんなヘトヘト大泣きでしたけどね。1ビットコイン35万とかでしたからね。ねえ、10ビットコインでも350万ですからね。って感じですけどね。今は高いですね。まさかこんな日が来るとは思わなかったね。まあ、ドル円もね、これね、どん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 上がっていっちゃうからね、これね。まさかこんな、まさかこう144円の時代が来るとは思わなかったよね。まあ、上の方だと151円ですけどね。で、ここからまたどんどん上がって222円だもんね。嘘だろうってことですよね。まあ、あと雑談なんですけども、まあ僕的にはもう今年は終わってるって感じですね。もう12月8日なんでね、誕生日も終わって、まあ頭の中はクリスマスって感じですけどね。まあ、家族のクリスマスプレゼントを買ってですね、はしゃいでるって感じかな、気分的にね。まあ、あとはじわじわ書類整理したり、まあ、会社の年末調整やったりね、書類整理したり、本読んだり、まあ、もちろん家の大掃除ですね、をやったりしてますけども、まあ、毎年のことなんですけど、無理しないでやってますからね。若い頃はね、完璧に、12月20日までにやるんだとか、12月30日までやるんだとかね、年賀状も書くんだとか言って完璧にやってましたけど、もう30過ぎたらやれなくなりましたね。適当で、まあいいやっつって、だら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 やりながらできるとこまでやって、あとは、ね、クリスマスケーキ買いに行ったり、お雑煮作ったりね、して、お正月迎えたりするだけでですね、いつまでに何をやるってことをやらなくなりましたね。それ随分人生楽になってね、ああ、こういう人生っていいなと思ったし、まあ今はね、主に介護やってますけども、介護なんかも、毎日カチッカチッってね、あそこ掃除するんだ、ここ掃除するんだってやってると、これ参っちゃうからね。だから、そんなことやらないでね、まあいいんだ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 ってやってるしかないです。年寄りだっていつね、こう介護の仕事がね、こう手離れるか分かんねえんだからさ。これ子供は離れるよ、それはもう1年2年やってりゃ 1年もやってればね、 立ってさ、おむつだって取れるしさ、言葉だって喋り出すしね、ミルクだってミルク欲しいって言い出すからさ、まあかえまああのちょ育児か育児だったら、まあ1年もしないうちに終わっちゃうよね。最初大変ですけどね。
朝、昼晩、夜中、泣く2時間おきにね、ミルクミルクって言って大泣きして大変ですけどね。そして、ミルク飲ましてね、肩叩いてね、ゲップさせてね、おしめかいてね。まあ、大変ですけど、永遠のように感じたけどね。今振り返ると永遠のように感じたけど、あっという間でしたね。まあそれでね、あとはほっとけば、大きく育っちゃうからね。それに比べたら介護って、日に日にできなくなってくるからね、いろんなことが。昨日まで、できてた、割り箸でご飯食べるのができなくなっちゃうから。で、昨日まで、言葉が通じたのが通じなくなっちゃうからね。ちょ、テレビつけてってとか、テレビなんだっけとかね。どうやってつけるんだっけ、わかんないわかんないとかね。トイレもね、行けなくなっちゃったりね、まあ失敗したりもしますからね。大変ですよ、これ。だんだんできなくなってくるし、これいつまで続くかわかんないんだからね。恐ろしいですよ。10年、20年で下手すら続くからね、これね。で、まあ、毎日はもう無理なんでね。じゃあ、まあ、半分は、7日のうちのね、3日は、デイサービスでやってもらうかと。トイレとかね、フローとかね。あと4日間は俺でやろうかとかね。まあ4日も大変ですけどね。ただまあ、じゃあ全部入れるかっつったら金がいくらでも足んないからね。まあ皆さんもね、そう、もう経験されてね。まあ10年前に経験しましたとかね。そういう人もいるだろうし、まだ若いからこれからですよと。とか、まあ、お兄ちゃんとかお姉ちゃんがいたんでね、まあ、そちらの家で任せましたとかね、まあ、それです。まあ、長男と結婚するとね、大変なことになりますけどね。親の介護っていうのは、きついけどね、でもそれなりにやっぱり、なんていうのかな、達成感っていうのあるんだよね、やっぱりね。達成感っていうのがあって、まあ、死んでも死にきれないっていうのがあってさ、あの時よかったのかな、お兄ちゃんのね、お嫁さんに任せっぱなしでよかったのかな、ね、半分でもいいからさ、土日だけでもいいから、週末はうちで預かるからって、どうして言ってあげられなかったんだろうってね、まあ、そういう気持ちも残っちゃうんだよね。で、まあ、後でさ、まあ、ギスギスした関係になっちゃったら嫌だからね。週末とか、ゴールデンウィークとか、お盆休みをうちで預かるから旅行行ってくださいとかね。やっぱり言わなくちゃいけないよね、どうしてもね。家族は嫌がるし、子供なんかも嫌がるけどさ、それが人生だからね。まあ、それで、死んでからじゃもう遅いからね。死んでからじゃいくらでも言えるわけよ。あの時そうしようと思ったんだって。いくらでも言えるんですよ。ね、簡単なもんだっていうのはね。やるのは大変ですよ。だって親のケツ周り掃除してさ。ね、やっぱ汚いかなと思って、シャワー入れたり風呂入れたりしてさ、掃除してね。で、まあ、頭からやっぱりやっちゃおうかとか、爪切ったりしてさ。それで、綺麗にして寝かせてね。やっぱりどうしよう、ご飯もね、食べれなくなっちゃって、おかゆ作ったりね、いろいろ大変ですよ。ただ一人で寝かせてるとボケちゃうからさ、テレビつけてるだけだったらもっとボケちゃうからね。こうやって一緒に声かけてあげてね、一緒に食べたりさ、昔のことを話し合ったりね、まあ寅さんつけてさ、一緒にバカ騒ぎしたりね。まあ僕なんてもたくさん声かけてさ、あの時楽しかったねとかさ、もうボケちゃって分かんねえんだけど、そうだねとか言ってくれたりね。まあそれだけでもさ、自分の、まあ懺悔にはなるわけだよね。まあここまでボケちゃってからさ、気づくって手遅れだったから、僕もね。本当はもっと前からさ、YouTuber なんかやってないでさ、もっと前から一緒に住んであげればよかったなと思って、もう反省してるわけよ、僕なんて。反省してさ、反省が足りないぐらいですよ。たださ、もう仮想通貨とかね、FX でさ、
たくさん稼がせてもらってね。でも仕事しないでさ、家でゴロゴロしてるだけでもね、まあお金が入ってきてさ、親の介護まで手が回るんであればね、これは同じですよ。で、皆さんもね、ああ、仕事辞めて中野さんのようにね、FX でね、家でちょ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 んと、午前中だけお金稼いで、で、一月100万か200万稼いでね、あとは親の介護やりたいなと、まあ、こういう人いっぱいいると思うんですよね。そしたらまた問い合わせ、お電話いただければさ、LINE でもいいからね、どうやってやるんですか、そしたら教えてあげますからね。だからこんな感じでやればいいし、決して無理しちゃいけないよと。介護も無理しちゃいけないし、 FX も無理しちゃいけないよと。全部持ってかれちゃうからねと。まあこういうことですよね。まあ、こんな一般紙とかね、5番紙で見ててもしょうがないから、週足ぐらいで見ないといけないからさ、あ、これ上だなっつって思ったらいいですよ。くっついたからね。ここでね、ロング入れる人いないですよ、普通。でもロングだから。こうだからね、こうでしょ、こうだからね。エリオットハードでね、1、2、3でね。で、リセットかかったからさ、だからここも1、2、3で。こうだね、またね。大丈夫ですね。まああと、まあ雑談なんですけどね、特にまあないっていうか、まあいっぱいあるけども、電気ケトルっていうのはね、これね、お湯閉まってないんですよね、これで出ちゃってるんですよね。お湯がね閉まってないんですよ、これ。ちゃんと説明書き書かないとね、ここね、開いた、こうしっかりとね、こう閉めてもね、このとこ開いてるんですよね、出口、蛇口のとこだけが。ちゃんとやんないとダメですよ。僕は閉めた方がいいんじゃないかなと思うしね、虫が入ってきちゃうかもしれないしね。そう思うけどね。まあ、あと岸田政権はなんかちょっともうダメかもしれないね、ダメかもしれないね。まあじゃあ他になんか政権あるのかってないけどね。まああとプーチン大統領が第5期目指すって言ってて、これすごいわね、これはすごいわ、これは勘弁してくれって感じだね。ロシアも勘弁してくれって感じだね。どうにかなんないもんなんですかね。まあただその YouTube のね、スピリチュアル界隈では、まあ2025年、来年、再来年か、再来年の7月で、地球が爆発するって言われてるんですよね。地球が終わると、爆発するのが宇宙人が乗り込んでくるらしいですけどね。で、まあ来年その前哨戦があってね、まあ宇宙人が乗り込んでくると、来年で、まあみんな殺されちゃったりさ、連れて行かれちゃったりして、で、まあ1年ぐらいかかって全人類が滅亡すると。まあ1年ぐらいかかるよね。地下に住んでる人もいるしね、隅から隅まで殺すには1年ぐらいかかるんだろうね。まあなんかそんな話になってますけどね。まあ確かな話でね、まあ東京タワーが倒れるとかさ、東京タワーは倒れないでしょ、あれだって四つ足だからね。だから地震じゃないんだろうね。
地震じゃなくて戦争なんでしょうね、きっとね。ミサイルが当たって倒れるんでしょうね。まあ、したら中国の核ミサイルかもしれないですね、ひょっとしたらね。わかりません。まああとだから今大きな戦争2つ始まっちゃったでしょ、ロシアとね、あとあそこでね。だからどっちか一つはまずね、まあまあどっちか一つは早く終わらせないと、二つずっと続くようであればもう大変なことになるよね、世界はね。食糧危機にもなるし、温暖化になっちゃうだろうし、本当に。まあ、あんまりね。まあ、どうなるか分かんないですけどね。まあ、ただ食料品、いまだに高いですからね。ライフとかね、買い出し行ってもものすごい高いですからね。あんまり買えないですよね。あの外食した方がむっちゃくちゃ安いから、外食の方がね。まあ吉野家の牛丼も今も高くなっちゃったけど、それでも安いし、カツ屋のカツ丼とかの方がむちゃくちゃ安いですよね。本当ですよ。ラーメン屋さんとかも700円ぐらいだったら自分で作るより安いですからね。まあ何がどうなるか分かんないですけどね。はい、それではね、今日はね、まあこの辺で終わりにさせてもらおうかと思うんですけれども、まあできればね、本当はライブをやって、まあ金曜日ぐらいはね、ライブをやってですね、みんな集まっていただいて、ルーレットでですね、プレゼント大会をやりたいなと思ってるんですよ。で、まあ、最低でもクリスマスの1日ぐらいはですね、大騒ぎしたいなと。ギャーッつってね、ギャーッつって大騒ぎしたいなと思ってるんですけどね、ちょっと分かりません。まあ明日はドローン飛ばしてですね、ドローン飛ばしてドローンの画像をですね、ドローン外でね、結構空高くまで飛びますから、怖いけどね、どっか川の方とか行ってポチャーンって怒ったら怖いから、紐つけとこうかなと思ってちょっと考えてるんですけど、電波で飛んでですね、あんまり高いところまで飛ばないようにさせて、まあね、屋根の上ぐらいにしといてですね、iPhone で録画できるんでね、まあそれでですね、なんか皆さんとです、皆さんにですね、動画アップロードできればいいなと思ってます。それではね、今日はこの辺でね、失礼できればと思いますが、いかがでしょうか。なんかね、あれについて話してほしいこれについて話してほしいってないですかね。来年から始まるね、積み立てNISAはやった方がいいですよ。1月5万円ずつだからさ、若いうち22歳から1月5万円始めてね、でまあ年利 5% の投資信託、なかなかないけどさ、投資信託 5% 入れてね、社債とかさ、ずっと回すんですよね。そうするとまあ60歳の時に6800万ぐらいになってるみたいね。だから1億も2億も必要ないんですよ。6800万もなってれば、その後1月に28万円ずつ
切り崩して使っていくだけでも30年ぐらいかかるって言ってたから、6800万が28万円ずつ増えていくからね、5%ずつ、まだずっとね、切り崩してもね、増えていくから、30年もあればさ、65から30年で95だから、まあ十分ですよね、95歳っつったら。で、1月28万円のね、個人積み立て、年金と、28万万だよ。あと、まあ、国民年金とかね、国民年金、厚生年金で、まあ、10万とか15万ぐらい、まあ15万ぐらいあったとしたら、42万だもんね、1月ね。まあ、一人でも一人でやってたら42万、奥さんと一緒だったら82万もあるからね、個別にかけてたらね、一月82万って言ったら億万長者だよね。だから本当にね、非課税っていうのはどんだけすごいことかってことですよ。だって事業なんかもそうだし、個人事業主なんかもそうだし、投資家なんかもそうだけど、毎年取られるからね、税金ってね。毎年1年に1回ね。それをさ、払わなければよければ、再投資に使えるからね、20%ね。どんだけ儲かるかってことですよ。恐ろしいですよ。だからこれ年金制度なくなるんだろうね。年金制度なくなって。年金制度なくなってもいいぐらいのインパクトだもんね。積み立て NISA ってね、恐ろしいですよね。なので今、すごい活況ですね。僕もやろうかと思ってますから。まあ、ただね、若い人はいいよね。これから働くっていう人はさ、うまくね、運用してれば、やったーって。ね、定年後もね、積み立て NISA で一月に28万使えるよと。で、国のね、年金が例えば月10万出るとしたら、一月38万出るんだもんね、家でね、ぼーっとしててもね、これ食っていけるからね、余裕ポンでね、旅行しながらね。で、奥さんも個別にかけてたら、まあ、70万ぐらい、70万出てさ、一月海外旅行行けちゃうもんね。だどんだけさ、やっぱり積み立てっていうのがね、積み立て投資っていうのが、まあ、ドルインデックスですよね。まあどれだけ素晴らしいかですよね。まあ僕たちなんてね、もう50過ぎた、60過ぎた老いぼれにとってみれば、もう一発勝負しかないですから、一発短期勝負だけなんで、FX か仮想通貨一発1億、10億、100億ですよね。まあこっちに狙っていきましょう、僕たちはね。それでは今日はね、これで終わりにさせていただきます。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。どうもありがとうございました。おやすみ。